はい、こんにちは。えっ、ー、と、私、20年余り写真は撮ってきてますんで、まあ、大体のことは写真についてわかっているかなというつもりなんですけど、動画はですね、えー、本当にこの最近始めたばっかりでありまして、えー、本当に50の手習いという感じで、えー、一から勉強しながらやってるっていうの状態が続いてるんですけども、えー、まあ、たまたま、 今フジフィルムのカメラをメインに使ってまして、まあ、よもやあ今のカメラでですね、えー、動画を撮るなんて思っても見てなかったんですがまあ,あ必要最低限カメラはあるっていうことで、まあ、三脚ももともとねありましたんで、まあ、ライトとかあ買,いだ買いまして、えー、撮り始めたんですけども、えー、っとやっぱりマイクがですね今ピンマイクつけてますけども、えー、ショットガンマイク欲しいなと。 思いましして、て、まあ、外行くにしてもですねピンマイクじゃちょっとどうにもならないんで、えー、ショットカンマイクいいななんて思いながらいろいろ調べましたあのいろんなものをこう買うにあたってですね割と下調べというかネットでですね検索したり、まあ、YouTube で紹介動画を見たり、まあ、こんなことで、えー、どんなのがいいのかなっていうの割と調べる方なんですけどえー、っとまあこれ 前々回の動画でもありましたけど、まあ、実はもう買いました、えー、ショットガンマイクですね。えー、ただですね、富、え、士、ー、フ,フィルムのカメラに、えー、どんなあマイクが合うのかなっていうのもちょっと調べてみたんですが、実はですね、富、え、士、ー、フ,フィルムのサイトを見たらですね、外部マイクについて、このカメラでは外部マイクを使用できますす、まあ、ここまでででいいですその後です。 外部マイクはプラグインパワーを必要としない3 5ミリピンで取り付けるものをご使用くださいというふうになってるんです、えー。プラグインパワーを必要としないものでなないいととダメなんだということはマイクそのものに電池が入ってたりバッテリーがあったりこういうものになるとダメなのかなと思ってちょっと不安になりましてですねまあ,あの私が欲しかったショットガンマイクはプラグインパワーのものでしたからで と有楽町のビッグカメラの地下2階カメラ売り場や、えー、フジフィルムの売り場に行って、えー、店員さんにちょっと聞いてみました、えー、フジフィルムのカメラでは外部麻薬はプラグインパワーのやつは使えないんですかっていうふうに質問してみたんですねそしたら、まあ、わざわざご丁寧にフジフィルムのサービスセンターにちょっと電話しますっていうことで電話していただいたんですよそしたらですね、なかなかか帰って 来られなかったんですけどよくよく聞いてみたら富士フ,フィルムの方ではですねそのプラグインパワーはあーない方がいいともうこういうのがこうに帰ってきたっていうことなんですねなので、まあ、プラグインパワーでもよければその場で買って帰ろうかと思ったんですけどなんか不安になりまして、えー、一旦帰りましたでいろいろまた改めてですね、えー、YouTube とか ネットででで調べてててたんんすすけれども持ってこないんです、ね、出てこないいね出富士、要するにフジフィルムう例えば HXH1、えー、プラグインパワー外部マイクとかねこういうワードでいろいろ組み合わせて検索してみたんですけどほとんど出てこないですなんとなくですね YouTube 見てるとおなんかフジフィルムのカメラでも使っておられそうな雰囲気の動画が 一つつ二ありました、えー、最終的にどう見てもフジビルムの XT3 にですねこれ海外の YouTuber さんだったんですけど、えー、XT3 につけてやってる動画を撮ってるっていうようなものがありまして、えー、まあ営業だったんで何言ってるか分からなかったんですけど、えー、あもうこれ間違いないかなと思ってもうえいやで、えーまあ、ダメだったらメルカリ出そうと思って。 近くのビッグカメラにもう1回行きまして、えー、在庫が1個だけあったんで、えー、買ってきました、えー、このままご紹介しましたが、えー、ロードのビデオマイクロですね、えー、こちらの方ですで、えー、買ってきて、えー、さあどうかということでつけてみたんですが無事つけられますし録音もできました、えー、ちなみに今日はあの いつものね、動画撮ってる XH1 を今、こうやってお見せしようと思って外してますんで、今日は、あの、金谷の XA7 をまた借りて撮ってるんですが、えー、と、今のピンマイクですけども、えー、と、前々回はこの XH、あ、ごめんなさい、XA7 ですね、にもこの、ロードの B4 マイクロを接続して撮ってました。ということで、全然、富士ピルドでも OK でした。 まあなんでそのフジフィルムの方がですねオフィシャルにはプラグインパワーを必要としないマイクを使ってくださいって言ってるのはちょっとよくわからないんですけど、えー、まあ動力がね、えー、ピンから取れないのかななんてもう心配もしたんですけど全然あの動きますね音を拾ってくれます、えー、ちょっと不明です、まあ、あのネットや YouTube でこういうことはっきり言ってくれてるところがまあたまたまなかったもんですから はっきききり申し上げてて、えー、ておおままますすす動画全然使えてます、まあ、ただあーメーカーがはっきり言わないっていうことはもちろん何、えー、かあってもメーカー保証しませんよっていうことなんでしょうから、まあ、この辺は自己責任で、えー、お使いいただければいいのかなと思ってます私もそのつもりですただまあこれでねここであの差し込んでますけどこれで何か故障するっていうことはあんまり考えられないんじゃないかなとは思ってます。 はい、で、まあ、ついでなんで、えー、この、まあ、ロードのビデオマイクもずいぶん何年経つんでしょうね、多分三3、4年かそれぐらい、もうちょっと経つのか分かりませんけど、発売されてから、えー、簡単なインプレッションだけ申し上げておくと、えー、とてもちっちゃいです、今ちょっとあのこの風切り防止のがついてますけど、よいしょ、取るとですね、こんなもんです。 マイク本体はこんなもんです、えー、とってもちっちゃいですなので、えー、今、まあ、フジフィルムの中でも大柄になる XHY につけてますけどとってもなんかコンパクトですね、えー、今撮ってる XA7 なんかはあ小柄なカメラですけどそれに、ね、つけたって全然あのおかしくないような感じですねで、えー、音質云んってありますけど、えー、まあもちろんその カメラの内部マイクに比べりゃ全然いいですが、まあ、基本的にはモノラルなので、えー、クリアに撮れるよっていう、まあ、そこはもう問題ないです。まあ、音質どうのこうのって言い出すとまたちょっと違うのかも分かりませんけども、えーまあ、基本的にはクリアに、えー、撮れます。でお値段はだい8000円前後ですね7000円台で売ってるネットショップでもおありますし、えー、まあだい8000円前後ぐらいかなという感じですね。 でえー、ここが面白い形になってますけどもマウントのところですね、まあ、基本的にはこのあの宙に浮いてるような感じになってますから、えー、なんかちょっと多少のショックを与えてもダイレクトにそのマイクがそういう雑音をです、ね、拾わないもしくはレンズから出るですねモーター音とか。 そういういものも軽減してくれる減衰してくれるっていう仕組みになってますねでどうもこれ初期型のビデオマイクロはここのマウントの部分が黒だったようですけど今は全部赤になってますねいつからか分かりませんが今は赤です私どっちかっていうと黒が欲しかったんですけどもうなかったですね、えー、全部赤になってます、はい、結構これ安い割にはもう全然あのー、持ってて損はないショットガンマイクだと思いますね こんなにっちちっ、えー、ロードはですねもう一ついいなと思ってるのが、えー、まだ1年経ってないと思うんですけど出てから、えー、NTG 確か NTG っていう,うビデオマイクあやはりあのショットガンマイクですけども、えー、あります。でかなりなんかちょっとね、あのー、いろんな機能がついていてとっても便利だなと。 PC とか Mac なんかでもね、あのどちらでも一眼レフとかこういうカメラでも使えるし、PC でも使えるというようなマイクだったのでいいなぁと思ったんですが、なんと3万いくらかするので、えー、このビデオマイクロに比べるとですね、だいたい4倍、3.5倍ぐらいですかね、えー、します。 まあもうまあ、それはねもうほんと何かあなんか僕全員でも入ったら買うかもかりませんけどもうこれで全然必要十分です、はいまあ、これあのとっても人気の商品ですからこれも YouTube とかあーいろんなところで紹介されてますんで、まあ、あの細かいね、えー、詳しい性能とかどんな音が取れるのだっていうのはそれを見ていただければいいですけど、まあ、基本的には指向性マイクですがえー 例えばこういう形で撮っていて、後ろで喋っていても全然これ、えー、入りますね声が、自分の声も入ります。えー、これ一本あれば、まあ、大概のことは、あ全然問題なくう、できるんじゃないかなと思います。結構おすすめです。はい。ということで、えー、今日は、あ、富士フィルムのカメラに、えー、フラグインパワーの、お、マイクロフォンがつくのかどうか、ということを明確につきますと。 ということで、えー、お話ししたかったという一本になります。富、え、士、ー、フ,フィルムのカメラにフラグインパワーのマイクは問題なくつきました。えー、もしあのー、これから動画を始められる方で富士フィルムユーザーさんである方はあぜひあの外部マイクどんどん積極的に使われたらいいんじゃないかなと思います。内部マイクよりは全然いい音になります。はい、それでは今日はこの辺で。 好好 <music>